とりあえず第一歩踏み込んでチャレンジするのが、平山文俊です。38歳です。南伊豆町出身で漁師をやっています。小学校の時は海の近くで育ったので、釣りをしたり潜ったりするのが好きで、夏休みはほぼ毎日海で遊んでいました。それで、高校になって小さい頃から海の生物が好きだったので、生物学を学んで進学したいなと思ってました。でも受験に失敗して、少し浪人生活を送ったんですけど、大学受験を諦めて地元に帰ってきたんですけど、何をこれからしようかすごく迷ったんですが、おじいちゃんが伊勢エビ漁師をしていたので、家に漁業権があったので、潜って貝を取ったりサザエを取ったりして、バイト感覚でとりあえずお金を稼ごうと思って漁師の仕事を始めました。5月から9月までの間は潜水漁をしています。潜ってアワビとサザエを取っています。それで9月の15日から伊勢エビが解禁になるので、刺し網で伊勢エビを取っています。それが来年の5月まで、伊勢エビが禁漁になるまで刺し網漁をしています。刺し網漁の時期ですと、出船がだいたい4時から4時半なので、3時から3時半には起きています。約1時間かけて仕掛けてある網を回収してきます。漁港に戻ってきて、網から伊勢エビや地魚を外す作業を2時間ほど行います。それで業者が伊勢エビを買いに来るので出荷します。それからやっと一息つけるので、ちょっと1時間ほど軽い休憩をします。だいたい9時過ぎ頃から今度は刺し網の修理の作業を行います。結構やっぱり海底で擦れて穴が開いたりするので、日中はほとんどその作業がずっとしてる感じです。それで夕方になってまた網を仕掛けに出船に行きます。で、午後4時頃にその日の仕事が終わります。特に刺し網漁は夜が明ける前に出船をして、船の上で夜明けを迎えるので、毎日見られる朝焼けと朝日がすごく綺麗で、だんだんと東の空が明るくなって、グラデーションというかオレンジとか紫とか黄色とか、本当一瞬一瞬空の色が変化していくのが本当に綺麗で、その風景というか景色の中で仕事しているのが本当に幸せだなと思います。仕事の休みが結構天候次第なので、急に前日とかに漁ができないって分かるんですけど、その時は家でゆっくりしたり、家族の休みが合えば家族で出かけたりするのが楽しみです。自分もやっぱ生まれも育ちも南伊豆なので、ご近所の人は昔から知ってる方たちで、今でもそういう人たちと会えば話をしたりとか、とてもアットホームというか、家族だけじゃなくて地域全体がつながっているのが自分はすごく好きで、居心地がいいなと思います。自分の仕事の終わりも4時過ぎには終わるので、あともう子どもたちも学校から帰ってきたりして、5時半には必ず家族揃って食事夕飯が取れるのが日課で、それはなかなか都会だとその時間に家族が揃うというのができないのかなと思います。この刺し網漁の同じ網に魚、地魚が結構かかって、これが未利用魚と言われる、ちょっと傷ついてたりとか、ある一定の量が揃わないせいで価値がつかなかったりする魚があるんですが、でも食べれば美味しいし、とっても地元の一つの資源だと思うので、この未利用魚をもっと地元だけではなくて多くの人に食べてもらいたいと思って、これを加工したり商品化するっていうことに挑戦しています。
漁師に一からなろうと思うと、なかなか漁業権の問題だったり船を用意したりで、そこはハードルが高いと思うんですけど、自分はその地魚だったり地元の特産物を商品化して販売したりすることで、もっとこの漁師が誰でもなれるように、漁をするだけが漁師の仕事ではなくて、そういう商品化だったりとか販売などもして、力でも漁師ができるようにするのが夢です。若い人たちがちょっとこの先どうしたらいいか迷っている時は、なんか自分が興味あるものだったり好きなことをちょっとやってみるというか、そこにチャレンジしてみるっていうのが重要だなと思います。好きなこととかやりたいことをとりあえず第一歩踏み込んでチャレンジするのがいいのかなと思っています。